こんにちは。山本俊之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第2回、戦略チャンネル1問1答という内容になります。えー、経営ビジョンはいつ作ればいいかというテーマでお話ししていきたいと思います。こちらもですね、えー、ライ LINE アットから質問いただいた内容になりますので、そちらに回答していきたいと思います。戦略チャンネル山本俊之です。チャットワーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。このジャンルはですね、こんな時、山本敏之ならどうする 戦略チャンネル一問一答というジャンルになります。このジャンルをもっと聞きたい方は再生リストで再生してみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。経営ビジョンはいつ作ればいいかということですね。経営理念とか経営ビジョンとか、もう起業するときっていうのは本当にその、最初ね、一人とかだったりすると、そういうね、そんなこと言ってる場合じゃないと、理念で飯は食えないみたいなね、話とかも出たりすると思うんですが、あの、もう二人以上のね、会社になってきて、組織になってきたときには、あの、 経営ビジョン、経営技っと非常に重要になってくるんだけれども、いつ作ればいいんですかという質問があったので、お回答していきたいと思います。経営ビジョンはいつ作るべきかまずですね、違う動画でもですね、会社を船に例えるというですね、お話をしたんですが、会社を船に例えると、こういうことなんですね。経営ビジョンは目的地なんです。目的地、例えば、目的地が決まってなかったら、ハワイに向かっているのか、 えー、北朝鮮に向かっているのか分かりませんということですね。えー、目的地どこですかということなんです。警備場。で、警備面はその目的地に対しての、ね、羅針盤ですね。方位磁石。方角的にこの方向性で合ってるのかというのが、え、警備面です。で、警方針は、あ、ルートですね。北側のルートを通るのか、南側のルートを通るのか、あー、はたまた直線で行くのかということですね。えー、どういうルートを通っていくのかということです。で、警衛計画は、 まあ高校計画ですよね、えー。スケジュールであったり、燃料であったりということになりますので、えー、このね、経営ビジョン、じゃあ、いつ作ればいいのかということなんですが、高校に出るのは、ね、 じゃあ、そろそろ港にですね、船があるので、出ましょうと。それが起業ですよね。企業者が法人としてやっていきましょうみたいな。最初はですね、一人だからもね、いかだでこう、動いていてもいいと思うんですが、ちゃんとした船で、航行に出ていきましょうというふうになった時に、目的地がない航行を共にする船員、社員はですね、不安になりますよね。とりあえず船に乗り込んでくれと。どこに行くかはちょっと決まってないんだけど、乗らないみたいな。そんな船って、 乗りたくないですよね。自分だったら。でうちの船はですね、といろんな船があるんですね、港に。うちの船はハワイに行くんだ。うちの船は、えー、グアムに行くんだ。うちの船は、えー、例えばまた違うシンガポールに行くんだ。中国に行くんだ。北朝鮮に行くんだ。それに、こうね、社員、ね、採用の時に、どんな、この船はどこに向かってるんだろうっていうのが採用力にもね、つながってきたりすると思うんですけども。っていうことは、目的地がない船に、 乗りたくないってことは、目的地って最初からやっぱりね、決めておかないと、船長なんで、船長はちゃんと目的地決めないとダメですよね。ですから、仮であっても、目的地を決めるっていうことです。ですから、経営ビジョンは、今すぐ作るっていう、会社にするんだったら今すぐ作ると、逆にその経営ビジョン、目的地があるからこそ会社を作る、会社を作るのはね、ある意味、手段だったりするわけですから、その目的のためのですね、 ですから、とりあえず会社作っちゃったっていうのは、あの、非常にこうね、良くないので、目的地をちゃんと決めながら会社を作る。で、目的地はですね、変わってもいいんですね。最初にですね、自分が見えてる範囲って、こう、限られてますよね。え、今までね、初めての企業だったら、海に出たことがないわけですから、え、海の先に何があるかわかんないけれども、情報によると、そういう場所があるらしいとか、そこに向かっていこうというような、自分でこうしていきたかった、みたいな、あっちの方に行きたい。 みたいな感じで、最初はですね、うちは、うちの船はグアムに向かいますと。向かいながら、どうやらその先にハワイがあるらしいぞと。グアムに向かいながらですね。そしたら、ハワイに変わったっていいわけです。より良いところを見つけて、より大きなビジョン、目的を見つけたら、そっちに向かっていっていいんです。目的じゃね、良くなっていったらね、いいわけですが、達成してしまったら、また次にね、行ってしまえばいいわけなので、例えば、登山で言うと、 富士山登るぞという感じで富士山登って、富士山登ったら次また、エベルストっていうのがあるらしい、よし、次に行こうみたいな、そういう感じで、えー、いいわけなんですが、ただですね、経営理念は原則変えないということですね。この方位磁石がブレ,ブレブレだとですね、全然ダメなんですね。なので、えー、この理念は基本変えないので、しっかり考えながら、目的地をも仮でもいいので、ちゃんと設定して決めましょうというのが経営ビジョンになります。結論。 経営ビジョンがないなら、今すぐ考えるべきだということになります。はい。えー、動画のですね、最後この画面ですね、チャンネル登録ぜひお願いします。で、チャンネル登録したときに、その右側にベルのマークがあるので、ベルのマークをタップすると、ハの字のマークが出ますので、ぜひタップしてください。そうすると、新着動画が来るとですね、えー、通知されますので、ぜひお願いします。それでは明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。